ったでしょ。お待たせいたしました。本日のセミファイナル WIN の日程世界タッグ選手権60分の勝負を行います。青コーナーより挑戦者チーム行くなら鳩やカレンマークが入場。
さあ、ビューティアルゲーセイファイナル、さあ、バネルマックベルと負けられたこの試合であります。さあ、負けるには遠藤さん、さあ、実況解説では私たち、ホテルの辻宮、そして吉本翔太です。違います。ゲームじゃん。さあ、ちょっとおふざけが入りましたけども、タイトルマッチなんでね、タイトルマッチですよ。そうですね、はい、我々前科があるんです。そうですね、はい、俺だけだよ。そうですね、はい。さあ、ということですね、今入念なレフリーからのルールの確認ですね。そうですね、はい。あー、何でしょう、はい、なんか浮いてるんだよ。まあ、思ったのがちょっとさ、さあ、もう握手は得意ですね。そうですね、はい、先発はどちらがいいか。そうですね、結構悩んでますよ。このまま30分ですね。そうですね、無駄な時間です。じゃあ次です、はい。赤コーナーがボッキーコンセ、ボッキー選手。ゴー！青コーナーは、そうですね。さあ、はい、静かな。はい、立ち上がる。立ち上がる。はい。になるんですかね、どうなんですね。しかし、体格差で言うと、やはりボッキー選手の方が、そうですね、うまく、はい、2枚ぐらい上なのが。はい。まあ、でも、畑選手、多分、はい、こういう展開って多分、いないでしょ、じゃないよね。おセリフ取りに行ったのが、はい、ですね。お前を入れ替えてロープで、お、もう負けに強いです。ええ、この試合で組まれた経緯っていうのは、はい、最強チームが、私新チャンピオンになった時に、はい、ダブルアイが挑戦者っぽい。そうですね、100試合というか、100試合というのが試合したって感じ。そうですね、なかなかその前日でもよろしかったですが、我々の理由が挑戦してないっていうのがありましたからね。それでこれをやはり気にしてたのはあったんじゃないですか。はい、そこでこの石原さんとカレンバイが挑戦して番組を上げたというか。そうですね、はい。さあ、ロープが振ろうとしたがやはり振らず、振れず。そうですね、厳しいヘッドオフ。そうですね、この辺はですね、秋田選手がもう、あっ、油断と同じですね。そうですね、これやと、無理やりでも、外しますね。シザースに取って、腕も取ってますね。そうですね。あ、嬉しいね、という形ですね。この辺はですね、はい、あまりこう力を入れすぎないで、こう、クラッチのところを来た方がよかった。そうですね。これやはり、意外とボキ選手はしっかりと相手の足をですね、はい、締めつけて、ウィニングが出ない。そうですね、ウィニングですね。今ちょっとこういう風にですね、単純に上に流れてくるタイプ差ありますから。そうですね、使っちゃいますよね。はい、オープニングウィニングで勝てるチーム。はい、ちょっとこの辺はですね、はい、今グラウンド組みついても、あまり、はいはい、白谷選手に分があるわけではないような気がしますので。そうですね、ここはちょっと別の切り口と言いますか。そうですね、白谷さんやはりキャリアもかなり上ですから、はい、あっと、ウェニーボッキー選手が行きましたね。はい、でもこう手前感は出したくないですね。そうですね、あーっと理想じゃないですか。そうですね、しかもそうですね、メドロッチを牽制しつつ膝を取りに行くと。なるほど、メドロッチしかし触らないようになるんですね。そういう絞り方じゃないんだよな。なるほど、さあ、うん、ここで逆にですね、はい、取り返してきましたね。膝を支点にしてかなり良かったし、まあ、この辺ボッキー選手は、はい、まあ、通ってきてる。そうですね、まあ、普通に学生時代から学んできたところですから、はい、この辺でもやっぱそういうことはあまりないですからね。そうですね、難しいですね。はい、打撃という部分はあんまりこうキャリアの差が出たりしない部分ですからね。そうですね、
早速出てまいりました。そうですね、はい、この辺のマッキー選手ね、やはりジャベも怖いですからね。ジャベの技術などで言ったらマッチアップから結構もう無理みたいですからね。そうですね、この辺はこう逆にアロコーナーチームの若手を呼び込んでたんですね、マッキー選手は。さあ、しかしながらですね、カレンバル選手最近乗ってますからね。何がですか？あの過去の戦略といいますか、あ結構取ってますからね。そうですね、まあ大物がいてるけども、そうですね、あるかないか、あるのかっていう。そうですね、はい、この辺がやっぱりヘッドロープも重厚ですね。そうですね、重みがしちゃいますね。あー、これロープを使ってたらいいかないかね。さあ、これは終わりだ。はい、話そうと思えば知らないし、はい、押し込もうと思ってもこう閉まっていくような。そうですね、このロープの使い方がすごいですね。細かいです、うまいですね。そうですね、この辺は中でなるほどなと思ってますね。勝ったよ。あー、これ厳しいっすよ。あー、この辺さあ、あー、すいません。あー、青をどうにかしたいですね。そうですね、この青をどうにかしたいですね。膝を固めて、青を押し込んで、これを静止して、腕を決めて、そうですね。ジャベなんだけど、なんか実践派というか、人体の動きを見たい。そうですね、はい。まあ、その辺はやはりしっかり理解した上で、はい、今の指摘です。お、さあ、5分計が、5分計が、5分計ですか。あー、ヘッドシュートが大事だったね。そうですね、だからそのままで決め続けられた自分ですからね。そうですね、はい、さあ、これですね、ヘッドロップ、はい、あ、ちょっと青コーナーチームがですね、はい、やはりキャリアに飲み込まれている部分があるので、そうですね、ある程度がむしゃらに行くようにあの、赤くなっても赤いですから、はい、コントロールコントロール、そうですね、成功方法では分からないと思うね、はい、逆にキャリアがない分、うん、どういう動き予想しない動きっていうのは、そうですね、ある程度ないかもしれないですね、はい、それ見えませんね。さあ、そんなこと言ったらいいの？
そうだよ、その逆にあんまりつかない方が青コーナーチームいいと思います。そうですね、無駄なスタミナを勝負するので、はい、アフリカは今からですね、17勝目は危なかったけど、はい、膝が打つ可能性もありそうですね。さあ、この辺はね、ちょっと、あ、
繰り返す打って音で来ない人お、これは音すごいおっと、あっという間にあー、落としていったあー、ちょっとこれそうですね、上位付近です、お下がりください、お下がりください上位選手の前に大人気を取っております、お下がりくださいあー、ちょっと、髪のところやめてください、髪のところ絶対やめてください試合中の15分経過、15分経過鉄柱とかはいいんですけど、髪のところやめてください、そうですね、髪は壊れます選手が壊れても、はい、右は壊さないでください、その通りですさあ、試合はあっという間の15分、交差戦ですねさあ、ちょっと動きが止まってきたところの試合場面が見えてましたはい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 さあ、おっあキャッチキャッチ、ミドルを消したあ、消したさあ、この辺は、はい、しっかりと予習復習していきたいと思いましょうそうですねオーナーリフルさあ、ランニングランニングがそうですねさあ、ケンサープラスのあ、走れさあ、徐々にロッキーゴンのジュニアが橋本の試合にやってくるそうですねさあ、ここでさあ、橋本ですか動け橋本ですね橋本の試合が動くようになりましたねそうですね叩け叩けそうなってくるとこっちの S ゲームですよねそうなってくるそうですねさあ、ストリートフォン三重士はいさあ、橋本ちょっとロードに近いかそうですね、落としたしさあ下からの3回ですか片方向いてきたらなんとかなちょっと
こぎ上げるような、そうですね、試合にして、さあ、マスカーがフェイスカットこれついてしまう、いや、なんか、あれかな、なるほど、さあ、さあ、何の因果があるんでありましょう、はい、これさあ、マッキアップ、あー、最後シェルボー、はい、さあ、どうしたシェルボー、返していく、今度はスマッシュロボー返し、
になっているんでしょうか。このバスケ選手が狙っている、狙っている、確かに狙っている、これも当たっている、そうですね、赤い上げての交通選手だ。さあ、足を固める、足を固める、足を固める、脇を固める、脇を固める、これはトップリング中央、ちょっと後ろにですね、あ、ちょっと後ろに右サイド、そうですね、さあ、ちょっとマッキー選手のカットに行けないか、いや、行けないか、そうですね、ちょっと行けないですね、しかし、抱え上げて、抱え上げて、今度はこれはマシン、マシン、終わりましたし、おいおいおい、目の前の出来事見えてねえのか。さあ、おっと、上がりましたよ。
内容を込めて入ってくるシンジケートですね。山口選手と橋本翔太なんですね。あ、本名を言うな。真面目なマスク取ってたぞ。お、マイクを呼ぶぞ、よくしますよ。いやいや、まさかとは思いますけど、これで初ボール成功、ボール回数1回とか思ってますね。もしかしてなんですけど、おい、俺見てたやつ分かんだな。こんな寄せ集めのクズみたいなのあったらしょうがねえだろなあ。防衛回数 0.5 回だろ、こんなもんなあ。2人で1人でやるもんだろ、俺。それでお前タックル勝って初防衛、本当っすか。いや冗談でしょ。まあさ、俺らも最近ちょっといろいろいろんなところでやらせてもらってたけど、もともとそれ持ってたし、それにマッキーさん、僕が持ってた時負けてますよ。だからリベンジさせてあげます。だいたい、ねえ、ボッキー君さ、なんかこうさ、他の奴らがどうだとかさ言ってるけどさ、その肩にかかってるもんがある以上さ、人の心配なんかしてる場合じゃないんだよ。人の心配なんていうの、これ持ってるでしょ。これはこれ持ってる以上、強豪との戦いが楽しみに負けるでしょ。ベルトの価値とかはその外の価値で、これから俺たちがじっくりビシビシ上げてるわけだ。マキさん、なんか言ってましたけど、どうすか、師匠。珍しい。力が問題。ありがとうございました。一番大人の声がしてますね。さあ、下がるですね。